長岡市立劇場は新潟県長岡市に所在するホール施設である。愛称は市立劇場。施設は長岡市が所有し、財団法人長岡市芸術文化振興財団が指定管理者として運営管理を行っている。当劇場が開業する以前、当時の長岡市内にはホール施設として1958年に竣工した長岡市厚生会館があったが、 同会館は体育館をベースに設計されており、大規模なコンサート等を開催できる本格的なホール施設ではなかった。1966年の市長選で当選し、市長に就任した小林公平は、都市の魅力を高めるために必要な施設として、大学、病院、劇場の3つを挙げた上で、本格的なホール施設の整備計画に着手し、1973年秋に、 当劇場は竣工、同年10月24日に開館した。その当時、公立、公営のホール施設の名称には、会館が多く用いられていたが、施設名称は、前景の経緯から、長岡市民会館ではなく、長岡市立劇場と命名された。公共施設で劇場の名称を使用したのは、東京都千代田区に所在する国立劇場に次いで2例目、地方公共団体としては、 初の事例であった。長岡市では、当時の市役所本庁舎の老朽化に伴い、1975年度から3か年計画で、新庁舎の整備事業を進め、新本庁舎は、市立劇場北側の隣接地に1977年10月16日に落成した。この幸い町地区は、以後、市の公共施設の集積地となり、周辺部は住宅地として開発が進捗した。 オープンに先立ち市民向けの内覧会が実施された。当劇場は2度の震災に見舞われたが、修復工事を経て40年近くにわたり、営業を続けていた。しかし、開館当初からバリアフリー構造でなかったことや、老朽化などが進んでいたことを理由に、耐震補強工事に合わせて大掛かりなリニューアル工事とバリアフリー化工事も実施された。工事費は総額21億円。 期間は2016年7月から2018年までの2年間で2018年7月1日にリニューアルをオープンした。正面玄関すぐの階段左脇にはエレベーターが新設されるなど、これまでなかった設備が新設されている。このほか空調設備をすべて入れ替えたほか、女子トイレの拡張工事を実施している。これにより、男子トイレの設置数は若干数減少したが、 公演時の行列問題解消を見込んで工事が行われた。座席数は1500席で3段構造となっている。利用形態としては各種式典、公演会、演劇、コンサートオーケストラ、吹奏楽など多目的ホールとして利用されている。現在では1994年に完成した長岡リリックホールに比べると音楽向きに特化してはいないが、 一般的なコンサートホールとしては十分な機能があり、収容人数が倍以上のこともあって、演奏会でも比較的規模の大きいものが開かれることが多い。可動式の座席が200席あり、小規模なコンサートや演劇、練習スタジオとして利用される。第10、中、小の3つの会議室があり、資格試験や講演、大規模イベントの際の事務室などに用いられる。楽屋は、 1> 第1楽屋から第4楽屋までの4つあり、第1楽屋だけ他の楽屋の約2倍の大きさがある。ピアノは、スタインウェイ D-274 ヤマハ c f 3カワイ KG がある。公共交通として、バスが昼間は、約20分間隔で運行している。また、催し物によっては、長岡駅までの臨時バスを運行することがある。ありがとうございます。